皆さんこんにちは、死んだおともだち TV です。今回はあやとりのシリーズ第2弾でございます。あやとりでまた新しいものをまた3個作れるようになったので、それを見せていきたいと思います。一番最初は蝶々ですね。1年生の頃に習ったやつ。蝶々です。よし、蝶々ができました。次はなんか四段ばしご、四段ばしごは多い。よし、四段ばしごの完成です。完成です。次はもうめちゃくちゃ簡単な東京タワーですね。四段ばしごの後のあれだ、こうあんまり見えないね。よし、もう一回挑戦します。見といてください。よし、じゃあ気を取り直して、あれもう絡まってるのなくなる。これ、あ、もう四段ばしごが崩れた。まあいいや。はい、これですね、東京タワーは。イエーイ。はい、これで4つのあやとりのやり方をおしまいです。今日は楽しいあやとりのやつを4個紹介しましたので、今日のこの動画はもうこれで終わります。皆さんまた次の動画でお会いしましょうね。死んだおともだち TV だったんだ。